ここにいますよ。こんにちは。ちょっと交通川柳紹介する。ドラレコの会話が恥ずく未提出。あ、恥ずかしくて、ドラレコの会話が恥ずかしくて未提出。文法的に合ってないよ。さすがに。立川氏、ドラレコの会話恥ずかしく未提出ということだね。あ、そう。やっぱ会話ばっかりじゃないんだよ。鼻歌とかいろいろ録音されてんだよ。あ、ドラレコにね。ドラレコ。あ、なるほど。そうかそうか。族たちが自粛ムードに問いかける。これ挑戦してるな。これ二見雄介さんって言ってね、あのこの人家元なんですよ。なんだっけ、有名なのがあるよね。なんだっけ、もうね、あ、もうそういう作品がバイオレンスなんですよ。なんだっけな、いろいろあるんですよ。あの、ね、この番組ね、困ったな、尾崎にバイク盗まれたとか、ね。はい、いいですね。それで優秀賞には T シャツを差し上げたりして盛り上がるんですよ。今日はもう T シャツ5枚ぐらいいっちゃったんですよ。みんな腕上げちゃって。あ、しかもきっとね、家にいらっしゃる方も多いでしょうからね。あ、そうだ ね、 ね、やっぱり。はい、次は交通上30分後、いよいよ、根本さんが目の前におりますので、興奮しております。一杯のコーヒーから、これね、はい、この間作ったんですよ、これ、はい、ジングルで一杯のコーヒーをゲストとやりながら、はい、とみんな分かってくれないんで、若いから、うん、根本さんが初めて、服部良一さんのね、そうそう、日本の財産ですよね、ですよね、これね、はい、一杯のコーヒーから夢の花咲くこともあるっていう、ね、これこういうのフレーズっていうのは頭の中に入ってますかね。これでも、あ、そうですね、歌詞とメロディーがすごく、あの、やっぱりマッチしてますよね。マッチしてるから、うん、だって東京の、なんだっけ、あ、なななたたたたく若い二人は幸せ者なんてね、うんうん、だってあのフレーズがそのまま入っちゃうよね、東京のなんとかした。そう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 、ね、そういうのってさ、うん、そういうのって、あの、坂本九が出た頃はみんな文句言われてたからね。あ、そうなんですか。あの、どうしてかっていうと、ほら、はい、上を向いて歩こう。ああ、日本語のメロディーと違うじゃんっていう。そうか、うん。向いてじゃなくて、向いてはいかんと。そうそうそう。で、あの頃からほら、みんなあの、母音にエッジが入るようになったんじゃないですか。うふへほうむふふふいって、ね。なるほど。あの、何それの方が、こう、ノリが良くなる。ああ、それ、加瀬さん上手ですね。いや、今。僕はだってプレスリージェネレーションで、プレスリーはみんなそれだもん。ああ、そうでしたか。うんうん、いや、今自分で、ああ、そういう歌い方してる人いたなと。いや、根本ちゃんもやない、はい、そういうの。あ、全部 H 入れてるんですか、うんね、意外と僕でも言葉によっては入ってきますね。なんかあの、その方が押しが強くなる言葉ってもしかしたらあるのかもしれないですね。あの、だから漫画みたいな、うん、歌い方される。漫画で、真似する人がほら、和田アキ子。そうじゃないですか。あの子を。ゆふってゆふる、ゆふるしてみたいな。なるほど。だから、面白いですね。そういうふうな、ほら、昔からある日本のリズム、例えば、スターダストレビューなんかの音楽はどうですか、はい、その。僕は、おそらく、うん、なんていうの、いわゆる、あの、洋楽っていうかね、僕は、ビートルズから始まってきたから、はいはい、日本語の曲って、なんとなくその頃、当時流れていた歌謡曲としては普通に聴いてたけど、うん、そんなに、ああ、これすごいな、あれこすごいなって思ったのは、うん、それこそなんか、さっきの、一杯のコーヒーからを、雪村泉さんが歌ってらっしゃった、あの、細野さんたち、あの、松任谷さんのプロデュースが、そういうスーパージェネレーションってあるから、うん、それで、服部良一さんの東京ブギウギとか、金座感覚娘とか、この一杯のコーヒーからとか、うん、それで、ああ、服部メロディーってすごいんだっていうのを知りましたね。うん、あ、やっぱり、ネオちゃんはそれで、うん、やっぱり彼らはいい仕事をしたんだ。素晴らしいですよね。僕の、いわゆる日本、それまで、うん、いわゆるロック一辺倒だったから、そのウッドストック見て、なんかそういう、あの、日本、社会的な、ことに物申すみたいな人たちもいっぱいいたし、うん、戦争反対もあったかもしれないけど、うん、それ日本の
のロックに興味を持たせてくれたのはきっとそのハッピーエンドとか細野晴臣、はい、とかですよね。やっぱり達郎さんのシュガーベイブとかそういうものはやっぱり大きかったですね。俺は細野さんより年上で、はい、あの細野さんもね、はい、古いことをね、はい、あの三木鳥郎とか知ってる、はいはいはい、例えば、はい、僕は特急の機関士、はい、機関士で、はい、デートの暇さえありませんだったと言うと細野さんすぐそれ持ってきて歌うのよ。そうですね、あの細野さんのブギーなんか古いブギーとか、ね、今まであのよくこういう解説とかに書かれてるやつに、うん、そのまあ例えば洋楽だけどそのホーギー・カマイケルの話とかね、うんうん、あの人の曲のカバーを聞いて、え、原曲は何なんだろうと思って遡っていったりしたことが多かったから、あの辺の人たちのなんかそのなんていうんですか、ポップスジャズに対する造形の深さっていうのはすごいもんがありますよね。それから影響はね、もろね、うん、あの頃はだからあの新しいジェネレーションになるとこうなんか自分の体が入って余裕を持って出てるじゃん、はい、あの頃はもろパクってるものが多いから笠木静子の買い物ブギなんてすごいじゃないですか、はい、あのブギだから子供の頃俺はこの音楽は一体何だろうと思って血が騒ぐんですよ、はい、そうですよね。そうするとね、あの関西の漫才の3人姉妹の、はい、あれなんだっけな、あの人たちが、はい、あの三味線とあれで出てきて歌うんだけど、はいはい、あれがね、要するにあのゴスペルみたいに聞こえるんですよ。あ、うわ、なんか同じ匂いよね。ああ、そう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 。歌え姉ちゃんってやつ。ああ、そう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 。ね、そうですよね。なんだっけ。何でしたっけ。カシマシムス。カシマシムス。ダダ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 。そうですよね。ああいうのがありました。だからなんかあの辺のジャズとポップスのあのなんて融合って、僕はその後ぐらいだけども、その服部さんがきっと服部さんが作られたものなのかなって僕らは理解してたんですけど、東京ブギウギとかっていうのは。あのね、古くはね、戦いがあったみたいだよ。日本はどうなった？あの小泉さんっていう有名な音楽家によると、要するに半島を通ってきた、うん、演歌の音楽と、はいはい、それからあのアメリカからフォスターなんかに乗ってきた、うん、服部さんたちの派と、うん、服部対古賀メロディー、古賀メロディーの戦争があってなるほど、古賀メロディーがどうも勝ったらしいっていう、へえ、そう戦争があったんですよ。だからあの青い山脈とかあったでしょ、うんうん、タララ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 ラ、はい、あの それはずーっと行こうはずだったんだけども、古賀メロディーのその酒は涙か、酒はあっちが勝ったらしい。いやでも本当にポップスで、もう僕もうデビューして40年になろうとしてますけども、はい、そのまあ僕らはプロになってから40年だから、簡単に言うと一番興味があったその中学校とか高校くらいなんてのもプロとかなんとか関係なく自分の目の前に新しいものが現れてくるわけじゃないですか。そうだね。それはもう新鮮でしたね。本当に音楽バカでしたね、当時から。うん。あの一番影響があったのはやっぱ60年代の終わりぐらい。そうですね。僕はあのもちろんビートルズとか、あとクリームも、うん、あのエリック・クラプトンのねクリームも割とお兄ちゃんがいたせいで早く聞いてたんだけど、うん、でもやっぱり一番はその70年に日本で公開されたあのウッドストックですよ。ウッドストック、あそこであの辺でやってたやつ、うん、僕見に行きまして、うん、いやーあれはね、簡単に言うと、うん、そのなんていうソウルグループスライアンドファミリーストーンとかね、いたでしょ。それあと CSNY とかそうね、コーラスをやる人たちもいたし、サンタナサンあのラテンロックもあったし、うん、そういうなんかあのまああとジョゴカのブリティッシュなところとかね、うん、まあもう全部あそこでジョン・バイルズのフォーキーなやつとか、うん、なんか全部教わった感じがしましたね。しかもそこにメッセージがあるっていう、メッセージがね、ね、すごかったですよね、うん、反対性っていうかなんていうか、まあまあベトナム戦争に対する反対な思いなんでしょうけどね。例えば ね、はい、あの例えば、なんていうんだろうな、そのね、根本さんというと、うん、な音楽あるじゃないですか、はい、決まった音楽が、はいはい、例えばそれは、うん、メッセージとか、うん、メロディーとか、うん、今からその考えてみるに、うん、どうでした？どれくらい入ってる？正直ね、全くなかったですね。なぜならば僕が聴いてきた音楽の歌詞は全然わからないで、サウンドだけ聴いてきてたから、そうだ。で、自分がデビューした時も、そのサウンドに合った、歌詞を作っていました、ずーっと。ああ。デビューしてから、だから本当に10年、15年ぐらいっていうのは、うん、僕の中で歌詞っていうのはサウンドに合わせた、サウンドをより、こうなんか、綺麗に聴かせてくれるものであれば。木蓮なんかそうだよ。そうですね。うん、で僕は、その後に、
自分の思いをちゃんと伝えなきゃっていうところから、ここを。責任感が芽生えてきた。そう、なんか、というか言いたいことが出てきたんですよね。今もアルバムずっと作ってて、やっとこの間、うん、まあ、とりあえず取り込みだけは全部完成したんですけど、うん、もう言いたいこと山積みで、うん、なんかすごい書いてて、最近はね、歌詞がね、すごく楽しい書いてて。あ、そう。うん、じゃあ、ここで、やっぱ音楽聴いていい、はい、この話ずーっと言ったら、すいません。1時間終わっちゃうのなんで、はい、ちょっとその、はい、じゃあこの間、不当点を入れるために、はい。ライブアルバムが出たんですけど、はいはいはい、その中から、はい。そのライ、ちょっと待って、これは2月26日発売のライブアルバム、スターダストレビューライブツアー、還暦少年。はい。この中から、はい。これは、音ばっかじゃなくて、ビジュアルもあるんでしょうか。あ、そうです。映像は、うん、この間3月の25日に出たんですけど、はいはい、今日はそのライブアルバムの中から。ライブアルバムの中から、はい、まあ、還暦少年っていうのは、還暦少年、僕還暦超えて、うんうん、まあ、全然勝谷さんに勝てないですけど、いや、まあ、勝つもりもないけど。勝つもりもないんでしょう、そうですけど、僕は60になってなんか面白さを、自分なりに生きていく面白さを、音楽に対する面白さを見つけたんで、ちょっと歌詞も聴いていただけたらと思います。うん、あ、そうか。はい。ミッキー・カーチスの還暦ロックじゃないよね。知ってる？はい。カーティスさんが60歳の時に、ね、還暦ロックってやって、監獄ロックにきっと、合わせたもんだろうと思って僕見てましたけど。ああいうんじゃないよね。はい。還暦少年です。還暦少年。はい。最後はあれ、自分の声なの？そうですよね。もうウエストボイスっていうのがこう出せるとか、マライア・キャリーさんとかね。うん。ウエストボイスって言うんだよね、そうそう。ファルセットよりも高いです。最近覚えて、覚えると何でもやりたくなっちゃうんですよ、ライブ。あれやるんだ。そうそう、出るんだ。でも出るときと出ないときやるんですよ。なんだっけ、ホーミーと違うのね。そうなんですよ。ホーミーとちょっと似てると。でもね、僕はその他にもね、二重星っていう。そう、そう、ホーミーが、巻上とか、巻上光一なんかすっごい得意で。僕のはただの二重星、声枯れなんですけど、それでコーラスは、その中で、これはまた別、さっきのウィスボイスっていうのは、うわーって出すやつ。すごい。これね、うん、なんかこう自分で歌おうを始めたきっかけがすごい遅かったんですよ。だから僕はロックバンドやりたかったから、ギタリストになりたかったんですよ。だけど、なんかいつの間にか自分で歌うようになったら、やっぱり歌に目覚めるって後だから、目覚めるのが後だと、いろんな頭もある程度出来上がってくるから、そこで子供の頃に弾いたギターは、感覚的にしか弾いてなかったけど、ある程度大人になってから歌をやろうと思ったら、あの人はこうしてる、あ、この人はこういう風に。見えてる。そうそう。で、それを自分なりに学んでたら、こうやって未だに自分の喉で遊んでるね、とこんな声が出てきちゃった。だから少年なんだよ、感じちゃう。そうでしょ、本当に感じちゃう。あ、この番組、さりげなく始まっちゃって、根本かなめさんをゲストに迎えてるっていうの一杯のコーヒーから、はい、話の花咲くこともあるっていう、はい、コーヒーをお飲みいただいて、スターダストレビューの根本かなめさんを迎えて、はい、ありがとうございます。でこの番組は呼びかけなくても、はい、みんなが質問とかね、あ、すごいんですよ、ここ番組のお客が。昨年の夏、はい、大宮の還暦少年の帰り道でベンチに座っていた女性2人組がものすごく興奮して、こんなに楽しいコンサート生まれて初めて嬉しそうに話してる。私も心の中でそうでしょう、すごいだろう。自慢げになります。これがもう素敵なコンサート、お願いします。吉本真一さん59歳です。嬉しいな、やっぱこの最近なんていうんですか、50代ぐらいの男性の方がすごくライブに来てくださって、みんな元気いいんじゃね。で嬉しいのはやっぱりそのね、もちろん女性の方もいらっしゃるけど、男性の人が声出してくれるって、うん、そのなんていうんですかね、こう歓声がねのぶとくなるんですよ。あれはねたまんないですよね。やっぱりまあ僕らでも女性がこんなルックスでもやっぱり女性が多いわけで、うん、女性のわーっていう声よりも、うん、男のうわーっていうのを聞くと急にこうね気持ちが高まってくるっていうかね、うん、嬉しいですね。ありがたいです。はい、やっぱそれは最初はね、僕はね、外交事例みたいなことで、うん、何年も前には言って、はい、お客さんから力もらえるよね、つって。はい、でも、みんなそうだって言うから、本当そうなんだよね、あれね。そうなんですよね。力もらえるんだよ、ね。僕、だから自分で、なんていうんですか、子供の頃からよくライブは行ってたんですけど、うん、そう、例えば、グランドファンクレールロードとかってね、あれも行って、それで、あれなんて、僕まだ中学生でしたけど、みんながピースサインしてるわけですよ。はいはい、あれで、僕はよくわかんないけど、その、一緒に大人たちとピースサインした記憶は忘れないですもんね。
なんか俺も少し大人になったな。その時何歳グランドファンク中2かな。12で行った。中2か。あ、中2、中2。だから13歳でしょ、きっと。うわぁ。70年、71年かな。もう、根本っていう人はもうその頃からもうこっち向いてた。未だに好きですね。本当に僕の。その学校とかで、その、どうでもよかった。いや、だけど大切だってのは分かってたでしょ。そうですね。うん、はい。だからやることはやんなきゃいけないけど、うん、やっぱりこんなにも、なんか楽しいものがあるっていうのは、で、人に言っても分かんないんですよね。みんながみんなそういうロック聴いてたわけじゃないから。うん、なんで僕はこんなに楽しく毎日過ごせんだろうと思ったら音楽があったっていうことだと思うんですよ。うん、その代わり学校で教えてくれる音楽にはからっきしダメで、うん、僕歌えなかったんですよ。その先生がこの曲を歌いなさいと言って、こんなに音楽やって、学校でもよくギターとか弾いてたにもかかわらず、はい、じゃあ根本くんって言うと、あ、ほら、歌唱の試験あるじゃないですか。あの時ももう本当にだんまりですよ、ずーっと。人前でなんか恥ずかしくて歌えねえって言って、だけど自分でギター弾いて歌ってたのに、もう全然その1時間中先生のピアノの音だけがジャン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 。それわかるが、俺も声出なかったもん。小学校の時に、5年か、5年と6年と歌えなかった。変声期もあるんですよね。僕はだから、変声期が早かったのか、わかんないけど、なんか恥ずかしくて。うちに帰ったらもう全然歌ってんだよ。バンバンにね、家にはジョン・レノンもポールもいたんですよ。ところが学校になると、なんか面白くないし、で、なんで根本君は歌わないんだよとか、僕は、自分の好きな歌は歌うけど、先生のためには歌いたくないって言ってすげえ怒られたことがあって。それはすごいわ。ずら、こう明るくしてるけど、そういう反抗的なものは血の中にあったんだね。あったのかもしれないですよね。反抗っていうのかな。なんか僕は僕なりに、子供なりになんかこう。へそ曲がりっての。そうですね。へそ曲がり。もう一つ怒られることでよく覚えてるのが、当時、なんだか知んないけど、日本の景色をいろいろ説明した先生がいて、それで、皆さん日本に生まれてよかったと思いますかみたいなこと言った時に、全員がはーいって言った時に、俺は逆に、手挙げなかったんですよ。そしたら、根本はなんで手挙げないんだって、君は何か意見があるのかって言ったら、そう、僕は僕なりに、じゃあ日本にはそれのものはあるけど、その当時富士山も見たことない。生ではね、写真では見たことあるけど、テレビでは見たことあるけど、富士山なんか見たことないし。だったら僕は海外に生まれて、ああ、日本の富士山っていうのはこんなにすごいしとこだったんだって思うのも一つの人生なんじゃねえかみたいなこと言って、先生わけわからんすよ。俺も怒られたことあったけど。言ってる俺もきっとしどろもどろだったと思うんだけど、ね。それじゃああれだ、よくテレビなんかレポーターがなんか美味しいもの食べて、日本人に生まれてよかったとか言う。バカなこと言ってんな、お前ら。まあね。ね、まあ、隣の中国の人とかどう思うんだよ。え、ね、中国人に生まれてよかったっていうの。まあ感覚としては、だからきっと、両側面がいつも あるもんだと思ってたから、その頃からなんか先生に、先生がいつも例えば、善は急げっていうのと、急がは回れとかってよくわかんないことをね、相反したようなことも言うわけで、どっちが正しいんだよみたいなの、まあ今回もそういうの歌詞にしたりとかしてるんですよ、僕なりに。ああ、うん。それはやっぱり、還暦少年、永遠のもう死ぬまでそうだよね。なんか今、そうだ、そうだと思う。60過ぎてからこそ、なんか言いたいことがいっぱい出てきたっていうかね。そう、なんか。俺はその気持ちはすっごいよくわかるよ。年取ってからの方がものがよく見えるし、それで、なんでそうなんだろうと思って、あれはこうだったんだよっていう、声が聞こえるんですよ。そうですよね。なんか、僕、勝谷さんと、ライブご一緒させていただいた時を、やっぱりね、もうね、一言一言に、なんだろう、この、ポイントの、つかみどころのうまさっていうかな。僕は、あの時のライブもそうだし、それからあと、一緒にアルバムを作らせていただいた時も、やっぱり、その、小林克也っていう人間のね、その、音楽と一緒にある、ものの見方の、シンクったとこっていうのかね、あれはね、いっぱい勉強させていただきましたよ、本当に。あ、それでね、はい、僕はね、英語もそうなの。英語って中学1年生が、勉強するんや、はい。そう、スペルだとか、字が下手だからダメなわけですよ。だから文法とか来るじゃん。はい、なんてつまんねえ勉強だと思って、はい、だから俺は、圧倒的に上手くなったのはプレスリーが出てきて、はいはい、プレスリーは、これはすごいと思って、プレスリーの英語、言ったんですよ、うん、それは全部歌詞カードを見ながら歌詞カードなんか歌詞カードはまあ、何回も聞いて、はい、ちょっとわかんねえっつって、はい、なんていうのそうすると「Well, since my baby left me」ってあるじゃん、はい、それが「ビビ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 
You are teddy bear。 これやったら、はい、この歌詞をやったら、はい、あっという間に上手くなっちゃう、英語が。はぁ、だからそれ意味とかもじゃあずっと、意味はもう分かるわけよ。で、最初の頃はあれだよ、あのベイビーレッド、ベイビーってのは赤ちゃんじゃない赤ん坊っていう歌うわけねえだろっていう、よく聞いたらベイビーってこれ恋人の意味だっていうスイッチをこう押し上がっていくわけよ。そうするともうこうなんて歌うだけでもうさ、はい、その頃実らなかった恋の相手が浮かんできたりさ、うん、もうなんていうの、そういうホルモンかなんかじゃないいっぱい出てるわけ。それで勉強するもんだから、もうそのリズムとかそういうのはもうあったんだよね。いや、そうですよ。僕はその小林克也っていう人間を初めて聞いた時に、そのなんていうんですかね、あのちゃんと日本語が普通でありながら、あの英語が素晴らしいから外人さんかだと思うじゃないですか。でも外人さんってどっちかというと、その日本語が変なイントネーションが入ってるとか何なんだろうこの人はと思って。俺は、はい、俺は そういう風になった時に、これは英語っていうのは絶対必要だって言って、もう自分で相当音楽をやったりやるわけですよ、はい、でもあのその時に広島だから、はい、あ、そうです。広島、あの、ものすごくダサいんだから。あ、広島で歌ってるやつありましたね、はい、それはもう焼け草でやってるわけで。でも、はい、本当はもうさ、劣等感の塊ですよ、そういう。だから、それがもうあったんだと思うよ。だから、あの、東京初めて来た時、東京弁喋れなくてさ。俺、浪人の時来たの。はい。それで、なんとかがさ、って言ったら、俺がそれがさ、小林がさ、って言ったんで。お前、おかしいなぁ。その表情を俺、未だに忘れないもん。へ、初めてなんとかがさぁ、とか言って。あ、そういうもんですか、やっぱり。だから、英語だとかそういうので、後付けでどんどんやってった。だから、あの、こう、なんていうの、正体が出るときあるよね。そうなんですか。うん、正体が出るとき。だけど、音楽のシーンはあんまり変わってないの。その僕らはよくそのリバプールなまりとかね、僕その例えばミュージックライフとかに書いてあった言葉でリバプールなまりはどうのこうのとか全く僕らわかんないわけですよ。それ以外がわかんないから、それこそね、クイーンズイングリッシュなのかアメリカイングリッシュなのかの差もわからないような状態で、あのただこう書いてあると、ああビートルズはさ、あのリバプールなまりだからさって言葉上は言えるけど、どんなことがリバプールなまりだかわからずに聞いてた。実際聞いたらさ、これ面白くなるよ。俺だからガイドやってた時、はい、オーストラリア人が、はい、あの今までアメリカ人しかなかったのにさ、はい、オーストラリアの人間バッと話したら分かんないんですよ最初。ここで、あとその先輩のあれに聞いたら、お前さ、today を today って言うて、あ、そうかと思って聞いたら、オーストラリアのあれすぐ分かるようになるのよ。で、やっぱりそれは訛ってていいんだっていうのは、かえってそういうところから、ほら、恥ずかしいと思うじゃん。なるほど、なるほど。ああ、そうですよね。黙ってていいんだったら、そういうことから開き直りをさせてくれるわけ。はあ、アメリカのその南部なまりだとかさ。うん、だから、ねもっちゃんは絶対、その音楽を通して俺はすげえいろんなことを発見してんだと思うわ。僕はね、だから英語わかんないけども、僕はあの、インタビュー読むのが大好きだったから、さっきのそのトゥダイの話も、確かフリーがね、フリーが日本公演の後に、あの、オーストラリアで解散したんですけど、その時のポール・コゾフのインタビューの中に、その言葉が出てたように僕は記憶してるんですよ。確かオーストラリア人はこうやって発音するんだぜ、みたいなところで、何言ってるかわかんなかったみたいな。だから、インタビュー読むのはすごい好きで、クラプトンのインタビューとかもずっとよく読んでましたね。で、いや、俺がその思ってるのは、うん、その俺は音楽は、うん、あのあんまりうちのおふくろ音楽を教えてたんだよ。ほう。で、あのピアノを教えてやるからとかなんか言って、うん、で、あの鍵盤ってさ、うん、左が動かないじゃないですか。うん、左をつねられるんですよ。ダメだと、ダメだと、あの、他の生徒にはやんないんだけど、げんこつをねじってくるのが頭の中にギャッて。これが嫌でも逃げて回ってたから、音楽は、だから、その、聴いた音楽からしか入ってないんだけど、ねもっちゃんの場合ほら、そういうのは音楽でも入れるじゃない。それすごい羨ましい。ああ、うん、そうですね。うん、なんか、だから ビートルズだと、このコードがちょっとほら、普通のコードと違ってなんて、あ、たぶん坂崎幸之助なんか言えやん。そうですよ、そうですよ。うわ、それ行きたかったんだよ、俺も、みたいな。僕はだから、お兄ちゃんがギターを教えてくれたことが大きかったですね。本当に。なんかとりあえず、ギター買ってもらって、兄弟で遊べるからって。
で、僕んちは男3人、女1人だったんですけど、うん、で、男3人の分のこうギターを買ってもらって、うん、それで、工場の月を弾いたんですよ。でん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 って。でも全然面白くなくて、その時に、あの、クラプトンがいたクリームのスプーンフルっていうのを、ディーンって、ディーンって、こっちの方が簡単で面白いって言って、僕はなんとなくブルティッシュブルースにハマっていく。ああ、そうなんだ。ですよ。すごい簡単な言い訳ですよね、本当に。いや、それがね、それは、よかったですね。ああ、人間ってどうしてああいうのあるのかね。ただその、ジャズで入ったり、はい、してるビッグバンドが、はい、俺、実際にあの、歌謡曲、うんのすっげえあのジャズだとかっこいいドラマーが、はい、歌謡曲の伴奏させるわけでしょ、はい、そうするとさ、はい、すげえかっこ悪いの俺が聞いても分かるわけ、それ違うよなってそれに似てる、そうですね、あそうかもしれない、だからあのそういった意味じゃなんだっけな、あの、ミック・ジャガーが来た時に、サイモン・フィリップスってね、すごい腕ドラマが、はい、あの、ストーンズの曲をね、こうやって演奏したら、すごい退屈そうに叩いてたんですよ。で、やっぱり、違うな、ストーンズのドラマこうじゃねえな、みたいな風なことを、今もよく覚えてますもんね、そういう。あ、それどう違ったの？やっぱり、あの、チャリワッツじゃダメなんですよね。やっぱりあの、なんか、不思議なドラム、いや、何でも叩けるよって人が、それを、そういう風なものをやるよりは、もうそれしかできないっていう人の音の方がやっぱり来るんですよ。あの人ジャズのドラムでしょ。そうだよ、チャリワッツはね。それで、あの、ミック・ジャガーたちは、はい、俺たちは、その、いわゆる、パンクって言葉じゃないけど、まあ、その、チンピラっぽい、あれだから、ね、あの人間はネクタイしてきたりして、うん、俺たちのバンドがトラブルに巻き込まれるとき、あれがいると、うん、全然、あの、不良バンドじゃないように扱ってくれる。あ、そうなんですか、うん、で、お金は持ってるし、みたいな。へぇそれで、うん、あの、リスペクトを込めて、あの、だから、自分たちがやりたかったのとちょっと違うドラムだと思う。ああ、なるほどね。うん、でも不思議な人ですよね。うん、なんかまあでも、なんか、当時ってビートルズの方がどっちかというと貧困階級から出てきたわけでしょ、うん、ストーンズは割と中流ぐらいだったんですよ。逆なんか僕はそんな話を。そう、まあ、ミックを比べると、ミックはその、うん、お父さんが本を出したぐらいの体育の有名な先生で、ミック・ジャガーはあの、ああいう喋りじゃなくてちょっと中流、うんの、いわゆる喋りをしてたんだけど、だんだん自分の音楽、オールダムなんかの影響もあって、はい、若い、自分より若いマネージャーが、ほら、うん、コンサートなんかお前、7時に始めんじゃねえよ、8時ぐらいとか、9時ぐらいに始めろよとか、はい、で、遅くやればやるほど、あの、お客が騒いで、うん、ガンガン盛り上がって、勝手に喧嘩してて、そんな中、ストーンズが出てくとさ、盛り上がるって。なるほど。なんか、ダメだよ、喋ってたら。でもっちゃんじゃん。いや、すいません。今、巻き替えちゃいましたね。すいません。はい。あの、ちょっと、休みます。僕まだ行っていいんですか、はい、いや、ずっと行ってください。ちょっと、お願いします。宣伝しなきゃダメだね。はい、ありがとうございます。いっぱいの恋から、夢の花咲くこともある。一杯のコーヒーで結構話が延々、はい、続いておりますが、根本さなめさんをゲストに、はい、根本さんは1月17日がこれがまあ配信日なんですけど、ちょうどいい幸せっていうのがあって、はい、これはぜひ、はい、さっきのね、あの還暦少年、はい、聞いてるのに話したりするのよ、はい、でまあちょっとあのライブで聞き取りにくいところもあったんで、はいはい、ちょうどいい幸せっていうのをちょっと聞いてみたいと思います、はい、ありがとうございます。お願いします。ちょうどいい幸せ、ありがとうございます。これはあれですか、あの、簡単に、風呂入ってる時浮かんだことある。ね、ちょうど今アルバムを作り出そうっていう時に、ああ、まあ、とりあえずバラードをまず書いてみようって言って、この曲ができたんですけれども、ああ、なんとなく、まあ、こう60過ぎてから、自分の身の丈みたいなやつをすごい感じ始めて、欲張ってもしょうがねえなと。かといって損するのは嫌だし、みたいな。で、出てきたのがちょうどいいっていう言葉だったんですけどね。ああ、ちょうど言葉が、言葉とメロディーみたいな、その、気がした。そうでしたね、はい。それを。はい。なんか、すごい、最近。他の作り方もいろいろあるでしょ？そうですね。根本さんの場合は。僕はね、大抵ね、なんか、
よく降りてくるって言うけど、うん、ひねり出す方ですね。どっちかっていうと。ひねり出す。ひねり出す。降りてきてることはわかるわけね。なんかね、降りてくるんじゃなくて、来ないんですよ、僕は。だから、とっ捕まえて引っ張って降ろすっていうかな。降りてくるってなんかもう、あ、来たっていう、来て、僕はそんな経験がほとんどないけども、うん、なんか出そうもないから自分から取りに行くっていうのが僕のやり方かな。ああ、そうなんだ。はい、それ、だからこれ、今、ちょっと、挨拶代わりのものでしょ。で、あと、さっき、還暦少年聞いたんですけど、はい、そのツアーのライブがあって、はい、で、これちょっと問題なのはさ、はい、ツアー情報で、そうです、今ちょっと言えないですよ。はい。スタレビーロックリンピック。はい。ね。旧公演っていうのは、これはちょっとあれだね。これしかもね、全部野外なんですよ。僕ら毎年野外は、野外のツアーやってるって、どうも僕らだけらしいんですけど、野外ツアー。まあちっちゃいとこでやってるんですけど、東京は日比谷の野音でね。それで、まあオリンピックの年だし、じゃあ僕らロックリンピックでオリンピックを超えようと思って、まあロックにも引っ掛けたんですけど。6月21日ギリギリだね、これ。そうなんですよね。ひょっとしたらこれ、ひょっとしたら10日もわかんない。まあ、とりあえずはお知らせだけさせていただこうと思ってですね。で、まあ、詳しくはもうほら、これからね。休公演。はい。日々変わるんで、うん、ちょっとまあ、ね、ただ6月まで、もし僕ら音楽業界が自粛してくるとなると、うん、本当にね、生きていけなくなる可能性もあるから、なんとかどっかでね、歌えるようにはしなきゃいけないなと思うんですけども。ね、根本さんといえば、行田市出身、うんはい、根本さんにとって行田とはっていう、うん片海勝弘。さんが来てますね、はい、行田という町はですね、かなり文化的に出遅れてしまってるところがあるんですね。というのはですね、JR、当時は国鉄でしたけども、その国鉄の、駅がなかったんですね。それで、まあ今は、行田駅があるんですけども、そのせいでやっぱりほら、鉄道で文化が来るわけですよ。あるいは航路で海から来るとかあるけども、そういうものがないところだったから、もともとは宿場町だったらしいんですけど、だから僕はもう本当に行田というのは何もない穏やかさがあるっていう、その割に結構大きな古墳群があったりとかですね、最近、まあ今年は中止になっちゃいましたけど、火祭りなんていう大きな、こう、お祭りもあったりするんですけど、それ僕らも今年出るはずだったんですけど、それも中止になってしまって。宮崎県から来てます。はい、若杉哲文さんが、根本さんのコンサートのトーク力にかなう人は芸能界にいないと思います。トーク力の原点はどこ？さだまさしもすごいでしょ、あの人。そうですね。あの人ほら、今度出したの何言ってたらトークだけって引っ張って、拾って出してるっていう。そうですね。僕らもね、MCD っていう MC だけの CD があるんですけど、でもまあ、さださんはね、落ち研だしね。あ、そうか。さださんは構築されたね、話をちゃんと作れるんですよ。僕はもう本当に行き当たりばったり。で、ただ、僕の MC は、やっぱり自分が音楽家として、不備なんで、音楽を作ったら、例えばね、マイルス・デイビスだったら、その音楽を解説するようなことはしないですよ。ほら、僕は解説したくてしょうがないんですよ。自分の曲がこうやってできてんだよ。この曲がこういうもんなんだよっていうのをね、もう本当に、5分の曲を20分かけて説明するっていうね、ことになってるんですけども。で、今ね、ちょっとそれ気がついたんだけど、はい、その、ちょうどいい幸せを聞いた時に、はい、俺がこう一生懸命聞こうとすると、なんか話しかけてくる。そうなんですよ。あれはね、聞かしたくないんじゃないかって。はい、そうなんですよ。後でね、後で聞いてねっていうところでね、僕なんて一人にされるの寂しいじゃないですか、ここで。こう番組出るといつも思うんですけど。わかった。寂しいから寂って喋るんだ。そうなんですよ。なんか少しでも会話して、距離を縮めたいっていうかね。音楽の他に何か趣味をお持ちですか？田中孝之さん。ないな。一つあるとしたら映画かな？映画は、たくさん見るようにしてるし、それもやっぱり、ね、例えば、ドキュメンタリーとかも大好きだから、その、例えば映画監督のなんか、ワウワウでやってたりするようなやつは結構好んで、たくさん見てますね。あと、DVD も買う。たくさん、やっぱこれも老後って言いながらきっといないんだろうなと思うけど、ごっさり家にありますね、その。最近のアーティストで、こいつすごいなって思う人がいますかっていう、迫田直樹さん。ああ、最近の人、僕、やっぱ、ボーカリストとかが好きなんで。ああビリー・アイリッシュとか、若い子、すごかったですね。あんな話題になってたから、もう、ずいぶん前に僕もビリー・アイリッシュのアルバムを聴きましたけど、いや、すごいなと思った。なんだろうね、コーラスの付け方とか、あれ、お兄ちゃんがすごいんですよ。お兄ちゃんが、きっと、うん。お兄ちゃんですよ、ね。プロデュースマン。なんかそう、それで、映像とかも見たんだけど、やっぱり、すごいなと思う。いましたね。あれが10代でしょ？あれ自分の頭の中で考えるみたいだよ。はぁ。
かちょっとびっくりしましたね。やっぱ歌の上手い人が僕好きだから、最近あの、ジャズメイヤホーンっていうね、なんかあの、ちょっと、スキャット系のジャズボーカルの人とか、割と聞いてるし、ね。ビリー・アイリッシュって子もすごい上手いんですよ、歌、うん。それで、だけどあの、なんて言うんですかね、あれびっくりするのはさ、10歳から14歳の子たちが、イギリスでの夏のライブ見て、俺その話ばっかりするんだけど、みんなその中学生の女の子たちが、ボーイフレンドのその肩に乗ってさ、あの、Bad Girl って言われて、あれみんな歌ってんの、はい。みんな歌詞一緒に歌うんですよね、ビリー・アイリッシュの。僕も映像何度か見たんですけど、あれすごいですよね。あの複雑なやつの。ああいう力、すごいな。うん。でも、僕はね、はい、あの兄貴は映画やってんだよね。うん、で映画やってっから、じゃああの PV とかのって言ったって、映画のね、うん、世界ってあのアフレコやるんですよ。うん、そうすると必ずみんなアフレコやるんですよ、うん。そうなんか芝居があるじゃない。そうするとお前何やってんだよっていうような撮り方するの。うん、こう僕が前来たでしょ。はい、もう根元お前何やってんだよみたいな、これでわかるでしょ。はい、歌もその感じで撮る、なるほど、その感じで撮ってるの。そうですよ、そういう声ですよね。あんま、確かに。それで撮ってんですよ。で、今までないんですよ。だから、チャラなんかとはまた、ああいう系統いるじゃないですか。はい、でも、ウィスパー系でね。あの子たちは徹底してね、声で、声で撮ってんで、こうだから僕は、うん、その歌い。もちゃん、こうやってちょっと、僕はですね、その時に思ったんですけど、こうやって、ちょっとちっちゃくなっちゃうじゃないですか。ちっちゃく。それがならないんですよね。ならない。ビリアリーショー。だから僕、ライブがすごく興味あったのは、あの声はライブじゃ絶対盛り上がらないと思ったら、あのまま、パワー出してやってるから。あれはだから、ライブの時も、ライブの時も、こう、歌ってる時も、今、根本ちゃんがやった時は口先だけになったんだよ。それを、ここから出して。体で出せんですよね。ああ、出してる。だからあれも新しい歌い方ですよね。そうそうそう、あれはね、やっぱり僕ら、マイクという使い方のね、面白さですよね。やっぱクラシックの人たちはマイクの使い方ってあんまり上手くないじゃないですか。使わないから。でも僕らっていつもマイク使ってるから、うん、そのカラオケでやる人を見ていつも思うんですけど、うん、カラオケで歌う人ってやっぱり素人だから、うん、マイクの使い方が上手くないんですよ。やっぱね、プロとアマチュアの違いの歌の下手うまいもあるけど、うん、マイクの使い方ってちょっと研究するとね、素人でも上手くなるんですけどね。うん、はい。そうか。勝谷さん、奇獣ライブで根本さんの歌う姿を見て、はい、こんなに楽しそうな顔で歌う人初めて、斎藤弘子さん。いや、だって本当楽しい時間でしたよ、あの時は。ね、幸せな時間でしたもん。他の意味があるんですかって。いや、なんであんなニコニコがあるんだ。だって音楽って楽しいんですよ。うん、本当に、うん。なんか自分の心をワクワクさせてくれるっていうかね。これすごいよ、これ。西村陽子さんっていうね、はい、板橋区の。どうすれば、木蓮の涙を泣かずに歌えますか。高得点を出さない曲です。涙目になって声が震えてしまいます。あー。もうまず得点にこだわった時点でダメだね、僕に言わせりゃ。得点なんか出ない方が、みんなが80ぐらいに出してる時に50ぐらいで普通に歌えて、うん、でも感動させたとしたら僕はそこがすごいんだと思う。要するに、AI とか、その、うん、機械では採点できない歌をあなたは歌えたっていうことなんじゃないかなって気がするけどね。さ、味噌ライバルの AI はどう思った？僕はね、僕自身は、好きじゃないっていうか、本人が歌いたいって言ってたら、僕はああいうの作るべきだと思う。ただ、美空ひばりさんって、過去になんか、ああいう風になりたいみたいな、私はサイボーグになりたいみたいなことを、なんか語ってたらしいんで、だからもしかしたら、そういうことも、ご本人望まれてたのかなと思うけど、僕は、僕じゃない人間が出てきても、やっぱ僕の意思は伝えられないなぁ、という気がするなぁ。あ、俺思ったんだけど、はい、みんなさ、うん、AI の作った中に、人間が、参加してないんですよ。要するに。だから YMO がさ、やったのは、はい、例えば、打ち込みなんかの音、はい、全部それやんじゃなくて、うん、高橋幸宏なんかそれで、打ち込みと、こう、やると、どういうなグルーブが出るかっていう、はい、機械と一緒にやった時、どんなグルーブが出るかみたいなのをやってるわけですよね。うんうん、あれがないなっていう。なるほど。AI に人間が入って、人間が、なんていうの、競争するように作ると、うんうん、
面白いものができるんだよ。そうか、一緒になればね。そうそう、だから僕も AI 任せじゃダメ、うん、僕もそこに違和感を感じたってこと。だから、うん、あの人は私が喋らせればいいんだと思ったわけ。歌い手じゃなくて人間としてこう会話した上で、うん、でもそれはもちろん美空ひばりさんじゃないわけだから、その違うものとしてみんなが捉えて、ただ美空さんの心がそこに現れてるんだったら僕も聞く人はいるのかなと思うけど、うん、いかにも美空ひばりですって言っちゃうと、いやいや違うよそれはっていう人も出てくるのかなと思いましたけどね。まあいっぱいあのありますけど、時間の関係もあるんで、はい、申し訳ないです。お別れの時間、そろそろお別れの一曲をって書いてある。お別れに一曲、お別れの一曲かけるくらいなら喋っていたいと。いいですか。いや、なんか時間も、あ、そうです、時間まで、うん、あ、もう本当にね、今じゃあ僕はあの曲を、ねえねえ、はいはい、お別れは、はい、あのそのあのウィッスルボイスちょっと聞かせて、ウィッスルボイスで、はい、お別れしたいと思います。あのあれですよ、あのギターある、そしたらあのほらあのあるあるだな、じゃあこれできるかどうか分かんないからね。あ、今出るかどうか恥ずかしいよ。だけどいやいやいや、ちょっと目の前でちょっと今ほんのちょっとね、あれでしょ、あの、はい、そうだね、これ例えばほんのちょっとね、うん、ここ今も出るかどうか分かんないでやっちゃうよ、はい、失敗ばっかりしてない、うんうん、こうどうかな、ララ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 だから言ったのよ。一音ぐらいかかる。ララ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 ラ。おお、やったやった。猫のぐらいの感じ。やったやった。根元から。